それでは原監督です。エース菅野、見事な完封勝利でしたね。ね、まあまあ、今日はなんかつま先から指先までね、なんとなく、こうロスのないパワーっていうのがね、ピッチャープレート見上げてね、いってるような感じに見えましたね。8回を投げ終えてベンチを見ていますと、バッティングの道具をですね、まとめて一旦ベンチ裏に下がったシーンがあったんですが、監督の頭には9回交代というのは全くありませんでした。宮本ピッチングコーチとで任せました。で本人と話をしていくということだったんでね、まあ、変わる材料は何もなかったと思います。8日前になりますか、屈辱のマウンドから見事に復活したと見てよろしいでしょうか。まあ、非常にいいきっかけ、一歩踏み出したというところでしょうね。まあ、次がねやっぱり、さらに、彼の中でね、エネルギーとしてね、まあ、結果としてしっかり残すということがね、重要なことだと思いますね。その援護という面では、亀井の先頭バッターホームランも大きかったんじゃないでしょうか。まあ、今日は点の取り方というのはね、非常に、理想的な点の取り方だったと思います。もちろん先制のホームランも大きいですし、本人も、先頭バッターで出てね、それが1点になるというね、そういうのもありましたし、理想的でしたね。ダメ押しというのもありました。はい、さあこれでオールスター前の9連戦の初戦を白星でいいスタートになりましたね。そうですね、9連戦ですから、一戦一戦ということはねもちろんですけど、いいコンディションでねやっぱゲームに臨んでいくっていうことが大事だと思いますね。ありがとうございました。はい。